DeNA の CEO の岡村さんにインタビュー企画をするので、それの撮影に行きます。優遇されてるんじゃないかとか、好きな人に分かってもらえればいいんですけど、やっぱりそういう目が一定あるなっていうのを感じてたので、結果で示すしかないなっていうふうに思ってます。実は私最初 HR 配属っていうふうに知った時に泣いちゃって。おはようございます。おはようございます。慶応義塾大学を卒業して新卒で DeNA に入りました、寺本桃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ってどういう仕事をやられてるんですか？部署としては HR 本部に所属していて、主に事業家の DeNA っていうチャンネルの YouTube 運営を任されています。今日はどういう予定があるんですか？今日は楽しみにしてたサイバーエージェントの藤田様と弊社のナンバの対談企画があって、それの撮影をやってきます。今から何のミーティングですか？今から会長のナンバとミーティングです。事業家の DeNA チャンネルで流す対談の動画の企画について、当日の路地だったりとか想定質問の最終確認をしてもらいます。ちなみになんか具体的に、例えば今みたいになんか、まあ最近よく話出てきますけど、 Web3 とかについてどう思いますかみたいな感じでお話をすることは、Web3 ってすごく面白い。なぜかというと精神が好きだから。あ、私サイコロの近くに座っていい？あ、はい、です。それでお願いします。まずマイスブレイクの後なんで、お互いをどう見てきましたかみたいな質問で、あ、私全然意識しないけど藤田さんのこと好きでしたよ。もっとたくさん出てきたらいいよね。世界中にインパクト与える会社、私たちをどんどん超えるような会社っていっぱい出てきてもいいなと思う。 OK、 じゃあね。ありがとうございます。ナンバとのミーティングが終わったので、進め方についてのフィードバックとかネクストの確認を上長にしてもらいます。あり続けるというよりは多分点で捉えた方がいい。そうです、そうです。上場自体について、どういう、すごい芯があって、仕事熱心だっていうふうにお聞きしたんですけど、これ昔からだったんですか？昔からちょっと何も考えてなさそうみたいに言われることにちょっとコンプレックスがあったからこそ、わざわざ大学までついてる高校があったんです、高校だったんですけど、受験して慶応入ろうって思ったりとか、浪人したんですけど、浪人で入りましたってわざわざちょっと言いたくなったりとか、意外と頑張れるんだよってところをちゃんと見せていきたいなっていうのはあると思います。高校は全然違うところだったの？高校は成蹊学園、成蹊中吉祥寺にある学校で、もともと中学受験で入って大学までそこに行くつもりで受験させてもらったので、親にはすごくわがままで大学出させてもらって感謝してるんですけど、大学受験しようって思った判断軸も、何かが学びたいっていうよりかは分かりやすい努力した成果とかを作りたいなっていう風に思ったっていうのが一つでした。優遇されてるんじゃないかとか、好きな人に分かってもらえればいいんですけど、やっぱりそういう目が一定あるなっていうのを感じてたので、結果で示すしかないなっていう風に思ってます。次は DeNA の CEO の岡村さんにインタビュー企画をするので、それの撮影に行きます。はい、始まりました、事業家の DeNA。 本日は全然仕事仕事ではないし、それこそ自分の好きな自分で入れてないと全て頑張れなくなっちゃうので、髪の毛きれいにするとか、定期的に爪もなんかきれいにしたいなとか、自分の好きな自分で入れることで仕事も頑張れるので、自分の好きな自分で入れるようにはしてますね。陰キャで、本当は複数人とかあんま得意じゃないですし、で飲み会も普段全く行かないです。そうなんですね、はい、家帰って普段何されるんですか？犬と猫と遊んだり、でも決まった友達と結構ご飯行ったりとかはしますね。人生幸福度ゲームだなって思ってるんで、自分が幸せって思える状態に自分を持っていくことが一番大事だと思ってるんで、なんか名誉とか立場とか世間体とかそういうものじゃなくって、本当に自分が何を好きで何に幸せを感じるかみたいなところに思いを置くようにしてますし、なんか他の人についても世間体とか一般的にどう思うかとかじゃなくって、あなたが幸せなんだったらいいんじゃないとか、楽しいんだったらそれでいいんじゃないみたいな感じの考えは持つようにしてます。ついに本番ですね。はい、本番まで何されるんですか？最後に上長と流れのすり合わせをする予定です。今緊張されてますか？そうですね、緊張はしてます。はい、始まりました、事業家の DeNA。 本日のゲストは株式会社で、見てていいの？本当に本当に冷たいものなんじゃない？ここだ。いただきます。あ、やります。おー、美味しそうじゃない？みんな食べて。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。結構ここには覚悟があるなっていう風に思ってて、実は私最初 HR 配属っていう風に知った時に泣いちゃって、私事業作りがやりたくてこの会社に入っていて、そこで HR で事業作りできるのかなっていうところに、まあ漠然と不安を感じて、それでちょっとショックがあったんですけど、でも緻密な面談をちゃんと配属前にさせてもらってたので、とにかく裁量権もらって成長できる環境がいいですっていう風に伝えてたんですよ。でその結果今のポジション でやってみたら納得、あ、これはそうだわっていう風に今すごく思ってて、かつその本当に愛が注げるプロダクトに携わりたいというか、その事業作りすごく愛を込めて何かにコミットしたいっていう風に思ってて、私は今もう私がこのチャンネルのオーナー、私がもう始めたものっていう風に任されてて、もうすごく愛があるし、ナンバーさんと同じように世の中に事業家を増やしたいって心から思ってるし、事業作りの面白さみたいのをもう一人でも多くの人に知ってもらいたいと思いが本当に結構強くあるので頑張りたいと思ってるし、その動画立ち上げのナンバーさんへの説得って言ったらですけど、ゴーサイン出してもらったのは、難波さんも事業界の中に増やしたいとか DNA の良さ知ってもらいたいって思いは一緒なので、その方法としてやっぱ今動画がいいんですよって、 YouTube 絶対いいですよっていうところをめげずに何度も言って根負けしたって言ってくれて、最後ゴーサイン出してくれました。今後の目標とかありますか？今後の目標は、 DNA 入る前は私も早く事業作りできる力を身につけて起業したいってすごい思ってて、今のその熱が消えたとかではないんですけど、自分の実力を分かりきってないからゆえの無駄な自信みたいなのが当時もあって、今は本当に優秀な人が多いので DNA、 自分の未熟さとかをめちゃくちゃ感じる場面も多くって、私個人で何かを作り上げてユーザーさんにデライト届けたいとか、喜んでる顔見たいな、まあ、それ何の形でもいいけどみたいな思いはあるんですけど、今は本当になんかそこがまだ見えないぐらい目の前のことに熱中してて、今はその事業家の DNA のオーナーとしてチャンネルを大きくして、事業家になるなら本当に DNA が最適な道なんだなっていう風に思ってもらいたいし、その結果まあ事業作り楽しいんだなっていうのを分かってくれた人がどんどん事業家になって世の中に事業家が増えればいいなって本気で思ってるので、チャンネルを大きくすることに全力をかけたいと思います。じゃあ今日もお仕事頑張ってください。はい、行ってきます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄から。